はい、こんにちは。さてね、今回も紹介していこうかなと思いますけどね、これですね、ピカ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 じゃないですかね、首長恐竜ってやつですね、137番ですね。2014年の時に出てきたんですけども、肝心の恐竜がいねえじゃねえかみたいな、いますよちゃんとね、肝心の恐竜がいねえじゃねえかみたいな、いるですよここにね。これどれかで出てきるんですよ。でここに穴がありましてね、でこの穴を通しますと、まあ、こういう風にね、首長竜がいるということでね。本当にこんな車走ってるんですか。いやいやいや、ご冗談、さすがに走ってるわけねえだろうってツッコミになりますけどね。さすがにね、まあ、こんな恐竜が、今の時代恐竜がいたら大変な話ですからね。もうゴジラとはいえども、敵が一気に、ゴジラの敵が一気に多くなりますから大変な話ですよ。で、これは首長竜搬送車は首長竜の展示物を搬送しているイメージをしたトミカのオリジナル車両です。首長竜は中世三大中期後期からジュラ紀白亜紀に栄えた水生爬虫類で、樽状の胴体と尻のような四角が四肢が特徴ですと。海中で魚等を食べていたと考えられています。首長竜は恐竜と同じ時代に生息していましたが、まあ恐竜とは違う種類に分類されています。申し訳ございませんでした、一部ちょっと間違えたみたいでございましたね。恐竜だと思ってたね、恐竜じゃないみたいですね、紛らわしいですねみたいなね、あの恐竜とは違う種類に分類されてるらしいです。いや紛らわしいんですけどみたいな感じなんですけどね。まあこの人は海の中でね、かつて昔泳いでいたみたいですね。で、まあ海の中に泳いで暮らしをしてて、まあ、魚などを食べてたということでございますが、まあ魚食べててよくこんだけ大きくなるなってね、思いましたけどね。まあそういう大きな大きな生き物がかつていたわけですよ。だから例えばこれをさ、何、博物館みたいにさ、骨をこう組み立ててさ、発掘してね、で骨を復元して、骨を復元してね、見つけた骨からまあ復元して、まあこういう恐竜がいただろうというね、まあそういう風に元でおそらくは作られたんだと思うんですけど、まあそれをこう乗せて、まあおそらくは博物館、模型みたいになっちゃうけど、まあそれを乗せて博物館に行こうとしてるのかなという感じですね。ただいくら実際的に言うとね、いくら博物館だって言ったってね、あれですよ、このね、博物館ミュージアムだったってさ、このままの状態では運べないだろうというツッコミがありますけどね。いや、このままの状態で、ね、運んでって、もしドシャーンって倒れたらね、大損害になってしまいますから、いくらなんでもこのままの状態で運ぶというのは見たことがないですね。はい、というわけでね、まあこういう車がブーってトラックがやってきてね、見たら注目の値は、紛れもなくも注目の的は浴びるんじゃないかなと思いますけども、いくらなんでもこんな姿のままではね、動くわけねえじゃねえかというツッコミがあるんですけどもね。まあそこをトミカというのはね、そういうツッコミどころをねできるところなんですね。でこのモデルの車が何なんだかちょっと分からないんですけどもね、このモデルトラックが何なんだか分かんない、もしかしたらでも架空のトラック使ってんのかな、見たことないデザインなんだよね。でこういう風にね、首が長くて長いのが特徴でね、ほらあのなんかさ、あれは捏造だって言われてたんだけど、なんかネッシーっていうのがね、昔20年ぐらい前だから、ネッシーっていうのがさ有名になってさ、恐竜のなんか恐竜じゃないんだけど、まあ首長竜とか、まあ、そういう風な、ね、恐竜時代の生き残りだみたいなね、そんな感じで騒がれて、これにネッシーがこう睡眠から出てきたぞみたいな。でもあれはよくよく調べると、あれは捏造であって実際にはいなかったんだけど、まあ画像処理とかそういうのに詳しい人たちが、まあなんていうの、合成写真なんかでネッシーと、を作り上げたみたいですけどね。ネッシー本人からしたらたまったもんじゃないですけどね。まあそういうわけで、そういうのがありましたけどもね。
こういうのが泳いでたわけですから信じられないですね。でこうやってね、このお尻がこれが動くんですよ。こうやってこの下もこうやって動くんですよ。こうやってね泳いでね、この下を渡ってきたわけですよ。海から海にね泳いできたわけですよ。ですからまあなかなかね、そういう暮らしをしていた人がいたってことですね。人じゃねえよってツッコミがありますけどね。まあ私はハタスなる人間ですからね、みんな人間のような感覚で話してますから、そこがねちょっとこう発達を持ってない人からすると違和感があるのかもしれないけど、私は逆にそれが違和感であって、人間と同じようなね、考え方が頭の中にありますからね、なんですけども、なかなかねこの島なんていうの、大きさといいね、このなんか水玉って言ったら失礼かもしれないけど、こういう模様みたいなのがあってね、なかなかいい感じでね、久しぶりになんかこう子供が見て楽しめるような、こういうものを久しぶりに見たような気がいたしますね。今までトミカはほらいろいろありましたからね、サイズが小さすぎるとか、サスペンションがあんまりサスペンションすらないとかさ、ドアの開閉が開かなかったりとかさ、もうそういうのが多かった時代があったんだけども、久しぶりにこういうなんていうのかな、お金をかけた、こういう可愛らしいものっていうのは久しぶりに見ましてね、なかなかいいなというふうにね思いましたね。こういったものを作るのある意味トミカって得意なんだよ、この会社。だからまたこういったね、ものが出回ってくれればいいかななんてね思っておりますね。というわけでどうもありがとうございました。